皆さんこんにちは。万歳応援のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日の動画はバンコクハイコスパグルメその44、中華街の入り口、中華門のあるあたりの地名を冠するバミーキアオオディエンでカニチャーハンと魚のスープをいただいてみたです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。こんにちは、万歳応援です。今回は久々のバンコクの激安グルメ、中華街ヤワラートのお店特別編、昼の部です。以前より気になっていたお店、バミーキアオオディエン。ワンタンやカニの爪が入った中華麺が美味しいお店です。とっても親切なおかみさんにいろいろと教えてもらい、美味しいカニチャーハンと魚のスープを味わいました。この辺りの地名をお店の名前にしているので、その正しい言い方も知ることができてよかったです。はい、皆さんこんにちは、万歳応援です。今日は1月7日、時間は、午後1時ちょっと前です。今日もですね、とってもいい天気でですね、ここはヤワラの入り口、オデオンサークル、中華門の手前のワットプライミットです。さあこれからね、ここで、お目当てのお店、これからね、ヤワラの近くにないあるかな、ないかな、ハッチーユーの、いただけるお店に行ってみたいと思います。ハッチーユーというのは醤油炒めのことです。麺の醤油炒め、ハッチーユーをいただく、お店に行きたいと思います。というわけで、この向こうのずっと突き当たりがモーミーゴサロ、それでこの道のね左側の並びは、シンガポールポーチャナとかね、スイーツの美味しいスイーツって何て言うのかな、ロッチョンだすぐ出てこない、この道のね道沿いに前からね、気になったお店なんですけども、パッチーユーをいただけるみたいで、このお店です。Google マップには、オデアンワンタンヌードルっていうお店になってます。ここねちょっとね行って、あ、ここ中華門ですね。はい、下を見ると、先ほどのワットトライミットの塔がね、綺麗に見えます。これねちょっと広角気味のレンズなので、遠く見えますが実はねすごく近いんです。はい、これでどうでしょうかね、これがワットトライミットの塔です。バイクがね頑張って走ってます。それじゃあ店に入ってね、タクシーユーをあるかどうかを確かめていただいてみたいと思います。はい、それじゃあね、チャルンクルン通り沿いの、オディアンワンタンヌードルのお店で、ワンタンヌードルもいただいちゃおうかな、とりあえずねお目当てのパッチーユをいただきたいなと思います。やってるかな、こんなお店です。三代目か。はい。パッチーユー。ไม่มี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 จะมีตัวนี้แล้วก็จะเป็นบ้ามีบ้ามีมีอะไรนี่ก็ไม่รู้โอเคโอเคจำได้ไหมพัสซี่ไม่ได้あるかなと思ったんだけどね。それじゃあバミーがあるというんですが、麺というよりも、あ、これだ、カニ肉チャーハン。あ、なんか、ข้าวผัดปูอันนี้กระเพาะปลาตัวนี้เลยเบอร์9อันนี้ชื่ออะไรกระเพาะปลาค่ะ
กลับป่าวะกลับเข้าป่าค่ะไปเลยค่ะโอเคสนุกนะ優しい感じの店員さんでいいですね。塩対応じゃないってやつですかね。まあタイの料理は甘いですからね。塩対応のお店でも、いただければ甘いからね、忘れますよね塩のことはね。はいはいはい。待ちまーす。タクシーがないのがちょっと残念でした。で注文したのは、このお店の評判のこのね、カニ肉茶75グラムですね。それとこのね、魚の浮き袋のスープだったと思うんですね、65グラム。これをいただきます。オリアンワンタンで、ワンタンもいただいた方がいいかな。でも今日はこの人参にしておきます。ことなってみちゅうランチはね、オディアン、オディアン、あー、ミニライ、オディアン、オディアン、オディアン、バミキャオ、オディアン、バミキャオ、オディアン、ここか、バミキャオ、オディアンでした。言ってる間に魚の受け袋スープが来ました。カニ肉も乗っかっちゃってるんで。立派なお店ですね。こちらが厨房になります。あれがアロイジャンシールと、でこの外がチャルンクルン通りです。すごくね、交通の便のいいところですよね。路上で車も止められそうだし、ウヒヒヒ。カオパック、カニチャーハンも来ました。マナオ。これはナンプラーです。からしナンプラーだったかな。はい、いや、今日もごちそうです。いただきます。マナオの種がどこか行っちゃった。カニパク、スープを味見させていただきます。カニパクチー、パクチー、おいしい。あ、この椎茸の出汁が効いてるな。めちゃおいしい。ちょっとサワサワします。見たことないね、オレンジ色のね。ちょっとだけ味も、いや、唐辛子でした。辛っ。久しぶりにチャーハン食べたな。この前もラマハ末橋の手前の某紅茶屋っていうお店でいただいたんですが、あそこもね、甘くなくてよかったです。ここもそんなに甘くなくてね、お酒飲みのね、万歳坊やにはね、ありがたい味付けです。甘いの嫌いです。
ただきました。だけど足じゃなかったんですよね。そうなるとですね、ちょっとね、足しゆいただける店は分かってるんですけど、もうすでにね、取り上げた店なんですよね。でも足しゆいただきたいので今からその店に行きます。さてどこに行きましょうかね。どうしたの、見つめ合っちゃって。あら、これ同じエリアで上の猫が後に入ってきたんだよね。あれ、ヤノちゃん、ヤノちゃん、ヤノちゃん、怒ってるね。これメス猫どうしたの、怒ってるね。ヤノちゃん。おお。